天才ピアニストの深夜おでん。スクラッチョ。どうも皆さんこんばんは。天才ピアニストの竹内です。みです。ふるさと納税ってございますでしょう。うん、皆さんはねどれぐらいされてるかどうかわかんないんですけど、はい、興味ある人もない人も。興味あります。興味があるそうでね、マスミさんも、はい。今年私はちょっとやったんですけど。そう、初チャレンジね。はい、すっごくいいです。品物が。なんかね、うわって思う、うん、ほんまに、うん、そのふるさと納税私今年は何もしてないんですけど、はいはい、その YouTube でちょっと見たんですけど、うん、ほんまして一個も損はないらしいですね、はい、ただその注文したりとか、うん、その送られてくる納付書みたいなやつをちゃんと確定申告の時に出さなあかんとかっていう、うん、あれはあるけど、それをもう私紛失した場合は、うん、割高のいい商品を買っただけです。そうね、大ショックですけれどもね。なんか実質自腹を切ってるのは2000円だけらしいね。はあ、はあははあ、自腹を切ってる。自腹を切ってるというか、はあ、例えばなんぼで言ったらいいかな、1万2000円、はあのものを買って、あの1万2000円のオフしてやめる、やめとくから引き返そう引き返そう引き返そうな、笑ってるよフリーズしちゃったよもう。なんでさっき沼なんだもん、ね、ついさっき沼なんで発表しようとして、ね、でもいろんな商品がありますもん ね、いろんな商品があるっていうのですよ。2000円だけ払ってるってことになるっていうのはそういうことなんですかってなるやろ。分かった、ああなるほどね、うん、まあまあ2000円払ってるっていうだけでの情報だけ与えて皆さんも混乱のどん底にね、あれですけども、ただね、例えば、うん、ホタテ買うたんですよ、うん、箱にむっちゃでっかいのゴロゴロ入ってくるんですけど、うん、生で食べれるやつでめちゃくちゃ美味しいらしいね。ほんまに美味しかった。まあ全部私の場合は弟が選んでくれたんで、うん、弟の見る目があっただけかもわかんないんですけど、そう、なんか種類もほんまにあるから、めっちゃ種類あるな、探すのも大変らしい。あ、そうなんや。なんかその同じホタテであっても地域によっても違うし、うん、グラム数とか、うんうんうん、はい、なんかそれが何、ほんまに箱にざっと100個入ってるのか、うんうんうん、10個ずつ小分けになってるのかとか、あ、使い勝手とかもね、トレーパックに入ってるのとか、うんうんうん、いろいろあるらしくて、だ今年これが良かった、これはもう一つみたいなのをこう、うん、あれしていかないといけないですね。そう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 、でちょっと毎年改善して完璧のメニューを、お得なこととかも考えて、そうですよ、ね、還元率というか。でも海鮮、もう私は今年1回目なんで、うん、もうはしゃいで海鮮をいっぱい買ったんですけど、うん、海鮮はもうほんま外れなかったですね。あ、そう。イクラも素晴らしかったし、甘エビとかも卵付きで来るんですよ。あ、いいね、うわーっていう、その、しかも青い卵むっちゃ新鮮やねん、はいはいはい。どうやったら冷凍で解凍してこんな美味しいのっていう。どうやって解凍するの？普通に冷蔵庫でゆっくり解凍するか、まあ、流水とか。できるんか。うん。で、できるんですけど。チーズタパン。あー、あかん、早く食べたいから。もうほんまチンするやつを逮捕豚箱行きや、そういうことは言ってないのにほんまにほんまにこれもうほんまお願いします。チンキン、チンキン、マジでチンキンであり、キンチン、ほんまにチンキン男子、いや違いますそれもまた別のベクトルの話ですよね。ははやなしに、これは絶対チンさせてほしいんですけど、ほんまそのカニのさ、甲羅の、うん、あーいいね、味噌の上にこう全部折りたたんで入ってるやつあるやん、うん、あんなんとかも美味しかったし、うわ、牛タンもめっちゃ美味しかったし、牛タンな、だからこれほんまにすごかったよ。しっかりと返礼、うん、ふるさと納税する人は、はい、それ用の冷凍庫いるまであるんじゃん。いや、そうやねん、なん私はこんなことは普通したらダメなんですけど、一気に頼んだんですよ、もう確定申告があるから。異常識やな。普通はこういろんなものだ、シーズンのこの時期しかないっていうのもあるから、うん、ほんまは1年かけていろいろ頼むっていう楽しみ方をすると思うんですけど、確かに。でも人気商品、そういくらとかカニとかって、うんうんうん、ほんまにまあ、冬が旬やっていうのもあるし、はいはい、で大体1年間の年収が出てくるのが12月、うん、1月とかに年末調整来るから、まあ、そうそうそう、みんなそっから急に注文入るらしいねやんか、うんうん、だからもう続々と品切れになるから、うん、もう大体収入変わらへんっていう人はもう今からしてくださいって。ああ、勉強しましたね。ほんでね、ありがとうございます。ほんでね、はい、お願いします。あれですよ、その、うん、まあ本来のふるさと納税の意味っていうのは、うん、自分は今
大阪で働いてるけど、うんうん、まあ、実家が、うん、まあ、福岡だと、うんうん、したら、うん、確かに大阪にいてるけど、うん、ここに住民税を払いたくねえな、仕事できてるだけだから、うんうん、っていう人は、じゃあ福岡に、うん、福岡に住民税、市民税は納めたい。まあ確かにそうですよね。っていう思いを、うんうん、が元はあるらしいから。それこそがふるさと納税ですもんね。そうそうそう。うんうん、あんまり興味のない町にぶっこむのはちゃうみたいな YouTube も見ましたよ。別にええやろ、それは。ええやろそれ。でも結局もう今もちろんふるさと納税の最初は、うん、ふるさとに納税するんですけれども、そうそうそう、結局返礼品のこのアイデア合戦とか、そうやね、物合戦で結局ね、うん、結局そうそうそう、取り合いにはなってるんですけれども、うちはこんな切れてくれたら、最初はほんまは死ななかったらしいですね。ん？死ななかった、返礼品がなかった。ああ、え、ゼロ、うん、ふるさとゼロ。ほんまやったら今住んでるとこ、住民票置いてるところに全額住民税払わなあかん、そこの市税になるから。そうやな。でもそのふるさと納税っていう制度ができて、うん、福岡に住んでる、地元に納められる、今大阪で働いてるやったら福岡に納めて、うん、その分を免除される、免除されるっていう、うん、ええー、ゼロのうちであったんやがなかったらしいやば、うん、でもそうなると、うん、そういう、うん、ふるさと納税寄付、うん、寄付って言うらしいんだけど、うん、寄付をする人が少ない、まあ、なからそのお礼としてありがとね、うん、福岡にやってくれてっていうので、うんうんうん、例えば黒豚にしました、うんうんうん、ほんといろんな町もやりだして、うん、同じ額のやったらうちはもっとこんなん出します、うんうん、じゃあ納税してよみたいな、うん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 、で今ぐらいのスペシャリティな感じになってるらしい、うん、歴史を勉強してくれたんですか。いや、素晴らしいことですよ。そう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 、成り立ちも勉強してくれたんだよ。2000円とこになる。それはどういう計算なんですか。それやめときなさい。それなんのどかくからやめときなさい。バーガーキングのジュース中やなしに水やね、もう水かい。そうなんですよね。だからちょっと迷うんですけど、でも、うん、そこの自然になるからねっていうのもむっちゃな言ってはって、うん、そこ例えば北海道が人気やったりとか、うん、すごい人気なとこってあるけど、そこに、うん、結局ふるさと納税をするとそこの地域が盛り上がる、うん、そこの、 県のお金になるから、そうだね、自分の住んでるとこはこかっちゃんするから。そうなんだけどさ、うん、だ結局東京や大阪がさ、むっちゃこかつするんじゃんって私は思ってんねん、うん、そうか、でも人多いもんな。まあな、うん、確かに人多いし、そのふるさと納税をしてる人間がどのぐらいかっていうのも、まあまあね、ありますしね。国民の3分の1ぐらい。どうなんでしょう。そんなにもしてないか。まあ私の周りはしてる人多いけどな。ね、芸人結構ですね。ね、まあでも結局お金を、自分のお金の流れしか考えへんからな、あんまり。そういう正義でふるさと納税ってなかなか少ないからな。え、私でも正義めっちゃ響いちゃった。え、ほなあなたも奈良に全ベッドしなさいよ。千徳の人形みたいな。いや。奈良漬け、奈良漬け。奈良は何があるんやろな。なあ。なあ。逆にな、うん。いやいや、関係ないやろみたいな商品とかもあんねん。あ、この件関係ないやろって。キュキュットの洗剤とか。あ、でもそれいいよな。そう。あ、だその会社があんやろか。どうやろ、かもしれない。本社とかがその件にあるみたいな。だってなんでキュキュットがこの件のもんなあ。ずるいやろっていう感じにはなるけれど。でもそういうのありえるよな、その、まあ、会社なくても。会社なくても、その企業が、うん、なんでその企業がその件に加担したのか分かりませんけども、うん、もしかしたらそのなんか、なんかゆかりがあるのかな、うん、出身とか社長が出身とかなんかあるのかな、分からんけど、いいですね。なんかだからそっちもいいよな、うん、日用品、そうそうそう、トイレットペーパーとかね、洗剤とか、洗剤もう毎日使いするもの、一番還元率が良くて、その節約術として、うんうん、ふるさと納税が使われるのはお米らしいです。なるほど、お金、うん、値段に対して、量が多いってことですね。何十キロも届くし、これでな、やっぱ1年ぐらい常温で置いとっても大丈夫やからっていうのが熱いらしい、うんうんうん、なるほどね、海鮮とかやったら、まあ、冷凍してるっつってもちょっと味が落ちたりとか、うん、なるほどな。私はでも、もう甘エビが良かったな。甘エビしたいな。車エビとか、なんか季節ものフルーツとかも人気っていうか、うん、いいですね。シャインマスカットと、うん、モモとか、はい、そんなん自分では買わへんもんな、うん、ふるさと納税やし勢いづいていけるというね、
あとなんかええなってさっき見てたんやけど、うん、あの美味しいお野菜セットみたいな、それめっちゃ定額やねん、額少ないねん、あ定期便ってことか、あうんめっちゃ定額、めっちゃ少なくて、はは安いってこと、うんそうそう、ふるさと納税額がほんまに3000、4000とかでお野菜なんかいっぱい詰めたやつ、へえ、フレッシュお野菜セットみたいな、それはまあまあ食べきれるでしょうって感じ、そう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 、そうやったらいいな、一気に来たら困るけど、まあ確かにちょっと困る量ではあるけど、まあ頑張って食べる、でも珍しいお野菜というか、あいいな、ちょっとスーパーでは売ってない高級 なんか、まあ、ズッキーニとか、うんうんうん、紫のなんかやつとか、ただパンパン系の野菜な、そう、うん、あいいやん、あそんなんもお安い価格で日頃手に入らへんやつ、うん、そうやな、いいなと思って、ふるさと納税を機に食べてみるっていうのはいいですよね、うん、ちょっとだけ勉強しました、いやいいと思います、あとビールの定期便な、あそれなんなん定期便って、定期便はあの月に1回とか、うん、この定期的に送ってくれるという、あ1回申し込んだら1年分とか、そういうのもありますね、ちょっとそれは学校大きいですけど、月にアマゾンとかもありますね、定期便、そう月に24回、そうそうそうとか、それいいですね、ビールはもう絶対買うからそれはいいなと思って、うん、それはあれちゃんと一番搾りとかそういうのもあるの、あそうそうそう、もちろんもちろんもちろん、本麒麟とか地域限定の地場産ビールじゃないあで地場産系もある、もちろんクラフトビールあるけど、まあそうですね、どっちも買ったな、そうでしょ、クラフトビールな美味しいねんけど、やっぱ年間通してってなるとな、たまにやっぱ普通の飲みたなんねんな、うん、まあまあそうやな、うん、そういうのの詰め合わせと普通のとうわとかでもいいかもしれないですね、詰め合わせて、詰め合わせいいよな、いい結局な、うん、いやちょっと来年度からますみのふるさと納税が広くと思いますので、ね、ちょっと奈良県を中心になるかも分かりません、ちょっと奈良県のやつすぐチェックしてください2000円の真相またね、はい、あの確かめていただければ助かるのご自分でニュアンスで感じてください、はい、おやすみ、チャンネル登録ってした方がいいもんね、うん、私やったら登録するかな、私もすんのよ、登録してみたらどう？どう？